謝れよ、お前日比谷ミッドタウンの広報さんに。それはもうそっちで我々別に許可とかいらないんで。おい、いやそれ撮影するってなったからミッドタウンの人がバタバタになったんですよ ね、 そうですね、はい、お客さんもいてはるからわーってなんかちょっとね集まってもあかん。有名人がゆえにね。お前がだからミッドタウンに行くって言ったからそうやって動いてくれてんねやろ。行くって言った、もともとをたどって行ったら誰でしょう。誰が言い出したでしょう。移動しやすいところに行った方がいいんじゃないですかと言ったら誰でしょう。バタバタするやろ。これプレゼンにしましょうか。かまいたちがミッドタウン来るってなったらバタバタするやろ。なすなかさんの時やったら落ち着いてたやろうけど。そりゃそうでしょう。なすなかさんではバタバタしないでしょう。初めて意見が合いましたね。